VTuber の猫またおかゆさん、おかゆさん、そして VR 版のトライアングルストレテジーのプロデューサー徳地一平さんでございます。お願いし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 ます。さあ、それではまずは簡単な自己紹介、そして一言いただけますでしょうか。猫またさん、はい、もぐもぐおかゆホロライブの VTuber 猫またおかゆです。本日はよろしくお願いします。お願いします。さあ、そしてはい、あの本作のプロデューサーを務めました徳地と申します。本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いします。やっぱり VR になっているので戦闘するところが大きく変わっていました。で、結構あのキャラクターに接近することができて、うんうんうん、細かく近くで綺麗なドットを楽しみながら戦闘することができて非常に楽しかったです。うん、このバトルパートをプレイされて改めていかがでしたか。はい、本当にキャラクターを手に持てるのがすごく面白くて、うん、なんていうんですかね、こうちっちゃいキャラクターなんですけどフィギュアを掴んでるかのような楽しさがありました。何か推しのキャラクターなんかいるんですか。あ、推しは踊り子のミロというキャラクターがすごく好きでした。あ、踊り子のミロ、お、綺麗。あ、こんだけたくさんのキャラクター、もうそうです、絶対に推しキャラは見つかりますね。はい、実はここに映っていないキャラクターもたくさんありまして、これはあの仲間になる、つまりその操作できるプレイアブルキャラクターの総勢30体の絵になりますので、この敵キャラクターであったりとかっていうのを合わせるともっと、はい、キャラクターは、はい、います。酒井さん、デシマルに似てますね。俺ね、デシマルでもすごい今惹かれてたんですよ。なんかちょっと悲しい物語ありそうだな、ね、デシマル。フォルムが一緒ですからね。そうですか。さあさあさあ、それではですね、ここでまだローンチ前ということではあるのですが、こちらのトライアングルストラテジー、11月1日の発売前になんとゲストのお二方を差し置いてですね、酒井さんがプレーをいたします。あら、僕がやっていいの。まあ、おかゆさん、すでにプレイ済みということですので、ぜひちょっとアドバイスをしながら見守ってください。ぜひよろしくお願いします。なるほど、はい、では準備の方お願いいたします。はい、お願いします。それではお願いいたします。もうすごい見えてますこれ画面。徐々にです。徐々に。はい。いやいや、すごいよ猫まさん。進めてください。すごい、すごいですよね。あ、動かせる。バトル始まりましたね。ベガだ。すげえ。威勢の良さは立派だが、こんなもできる。どうなさいますか。あのボードの回転が自由にできますし、あの高さも上下にあの変えられますので、自分の好きな好みな位置に設定してプレイすることができます。うわー、すごい。遠慮は無用。ウォルホート領内で悪党の好きにはさせない。ドアップでいこうかな。あ、おう、こんにちは。楽しい。行くぞ、ベネディクト。おう、おう。堂々と喧嘩を売られるとは、オラビシュ一家も舐められたもんだ。おう、俺の番手は明けか。お前らもすげえ。手柄を立てれば褒美を出すぞ。今ちょうど敵のターンなので、まだちょっと操作はできないんですけれども、ウォルホートも何かけて、はい、ここまで行っちゃおうか。ここから、はい、操作していただけます。すごい、どんどん進んでいきます。攻撃できる。いけ、終わりだ。あ、強っ。強いよ。あ、はい、で、まあ、左右に単成なので向きを決めて、そうかそうか、はい、行動を終了する。そうですね、後ろだとバックアタックでクリティカルダメージが入ってしまうので、向きも、なるほど、はい、考えてっていうところ。やだ、ああいう遠距離。猫間さん、やだ遠距離。嫌ですよね。近いとこよ。でもいいのかな、行き過ぎ、はい。いや、全然大丈夫です。で、このキャラクターバフをかけられて攻撃力が上がるアビリティを持ってますので、今近くにいるセレノアっていう主人公にかけてあげたりとか。これ便利ですよね。
そうするとまあ次のターンまた攻撃力が高まるという。俺は負けん。ここも味方。そうですね、ちょっとこのキャラクターだけ遠くにいるんですけれどもこれも味方でして、槍のキャラクターなので行動移動範囲が非常に広いキャラクターになります。ランス、はい、で高いところから攻撃すると高低差ボーナスといったものでダメージが多く入りますので、その2段下に降りていただいてこれちょっと寄らないと、はい、そうですね、そうですね、はい、でここで攻撃していただくと、おお強い、すごいです。高橋の血のりを得てます。どうだ友よ、していいわ、倒した数を競ってみないか。余裕ある。危険な真似はおやめください。ただものではないこの方。やべやべやべ、来るよ。おいおいおい、よかった。大丈夫、落ち着いて戦いできますか。でこのキャラクターはヒーラーですので、まあ、ダメージを多く受けていたら回復ができるんですけれども。なるほど、はい。お、でも使えるんだ。そうですね、これの辺使っといて、はい、一回こう作らったから一回使っておいてというところで。めっちゃ面白い。助かりました。成長を感じます。はい、レベルアップしました。あ、いかないか。これは多分味方キャラクターに使うアビリティですね。はい、そうですね、杖で殴るという。定石に従って、はい、バックアタックに成功でダメージが多く入ってます。はい。何？あれってやろう。これも同じ原理でその正面に移動していただいて、オレンジ色のキャラクターの、そうすると後ろに灰色の髪の毛のキャラクターがいるので、ハサミ攻撃が発動します。ロットで殴っていただける、はい、で後ろからも、はい、戦略だ、はい、定石に従ったまま置いとこう。学んだ力、あ、で来ちゃったよ。そうですね、炎の魔法が、はい、打てます。うわ、私の魔法ですんげえ、はい、これで倒せました。おおで、オッケーオッケー、あ、こいついいのか。はい、残り多分そのオレンジ色の髪の子とはい、はい、その槍のキャラクターの後ろにいるあ、モブ兵が、ここ行って、じゃあこっちか、はい、そこに行っていただくと、ね、高低差ダメージが、高低差ボーナスが入ります。猫又さん、これはうまいんですか。うーん、え、猫又さん徐々にっていうことですよね。うまいです。どこから攻めるか。いや、これでもすごいっす。猫又さん非常にうまいプレイされていたので、ね、はい、やっぱりその目線から見るとっていうところですよね、きっと。じゃがいもにしか見えないと。じゃがいも、じゃがいもに見えてました。そういうことなんですね。はい、トライアングルストラテジーが VR になる日が来るということで、すごく嬉しく思います。発売日が楽しみです、うん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。